ご視聴ありがとうございます。本日は仰向けで行う足のオイルをやっていきます。足冷えてますね。はい、そう冷えてます。いつも冷えてますね。これは思わぬ今日気になるよね。最近やってるのもあるじゃん。オイル使って遊んでる。仰向けのオイルは腰痛があったり妊娠中などでうつ伏せになれない方にやったり、あるいはこの太ももの表側が特に気になるとかいう方に、仰向けを取り入れて行っております。痛いですね。痛いです。セルライトができているところは揉むと痛いんですけど、痛い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 。痛い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 。
表面にこうちょっとこういうこれですね、こういうここの部分とかの肌が滑らかになってないですよね。でこれがあのセルライトって言って、あの脂肪と水分とあの絡み合っちゃってる状態になってるんですね。滞りが続くことによって複合してしまうような感じで絡み合って、でまあいわば老廃物とかしてしまうような感じですね。それがあると流れが悪くなって太ぜ肉になったり冷えたり痛みの元になったりしますね。むくみとか、それを取っていくためにはあのこれ揉んで痛いんですけど揉んで流すということが必要になります。いつも冷えてて普段触らないようなところっていうのはちょっとした刺激でもすごく痛く感じるんですね。皮膚の伸びも悪くなってますし、中の状態も悪いので通りが悪い、血管も細くなったりしてますので非常に、通りが悪くて触ると痛いということになりますね。次第にあったかくなって柔らかくなってくると慣れてくるので、これほぐしておくことで腰痛の予防改善ですとか、足美脚効果ですねもあります。さっきより痛くないですよね。痛くなくなりました、はい、さっき言ってましたけど、うん、まだ痛いけど、まあ、ピリッとするぐらいな感じですよね。なりましたね、はい、それぐらい、はい、痛いですね。ここが腰痛のツボになってますので膝裏ですね、はい、ここが、まあ、痛いっていうところになりますね。だからそれダメ、
もう今結構温度が全然違いますよね。左足がすごい冷たいんですけど、はい、右足はあの手と同じぐらい温度ありますね。本当だ、妖怪それは映せないと思うけど記録、はい、痛いです。まだうち太ももが痛い。
でも暖かくなってきてますからね。以上です。はい、ありがとうございました。